クルミとデーツ入りパン以外は悪くなかった。これはまたレトロなマシンだな。リサイクルショップバザー、ゴミに出てた。拾ってきたのか。そう、それは。いや、そんなことより僕応募した覚えないんですけど。待った、まず聞け。はい。一つ質問、答えは分かってるが、これは君だろう。違うか。あ、いや、何それ。君だろう。見ろこれ。わお、ナイスキャッチ。時速60キロは出てただろう。こりゃすごい。大したもんだ。ああ、それ YouTube に上がってるやつでしょ。そこで見つけたんでしょ。こんなの嘘ですよ。CG に決まってる。うん。ほら、こんな動画。ああ、UFO 目撃映像の類と。そうです。これなんだ。ダメ。それは。つまり、君がスパイダーボーイだろ。悪と戦うスパイダーボーイだろ。ボーイって。スパイダーマンです。そのレオタードで。レオタードじゃない。なんでこうなるかな。今日はいい日だったのに。電車に間に合ったし、ゴミの中に DVD プレイヤー見つけたし、テストだってよかったし。他に誰か知ってるのか。誰も。あのかなり美人のおばさんも。まさか。ないない、ありえないですよ。おばさんが知ったらパニクっちゃう。おばさんがパニクったら僕もパニクる。一番感心したのがこの糸だ。引っ張り強度が桁外れに強い。誰が製造した。僕。壁を登るときは粘着手袋でも使ってるのか。説明すると長いけど、あれは。こんなのかけて見えるのか。見えるってはやめてよ。大丈夫、ちゃんと見えてるからいいの。とにかくなりきってる時は全ての感覚がめちゃくちゃ鋭くなってるんだ。で、入ってくる情報が多すぎるから、それかけると集中できる。まだまだ改良の余地ありだな。上から下までね。そのために僕が来たんだ。君の動機は？知っておく必要があるんだ。なぜこれをやってる。なぜって、僕はずっと普通に生きてきて、半年前力が備わった。うん。本読んだりパソコンいじりが好きで、本当はフットボールだって好きだけど、今はできないっていうかやらない。力のせいか。そうだよ。でも誰にもこのことは言えない。もし自分に何かできるのにしなかったら、それで悪いことが起きたら自分のせいだと思う。だから困ってる人を見つけては助けてるのか。この世界を良くするために。そうそう、困ってる人を助けたい。そう、それなんだ。座るから足をどけてくれ。パスポートは？ないよ。運転免許すら持ってないんだ。ドイツに行ったことは？ない。気に入るぞ。ドイツなんて行けないよ。なぜ？だって宿題があるし。今のは聞かなかったことにする。え、本当だってば。僕落第するわけにはいかないんだ。危険な旅になる。おばさんには見学旅行だとで。おばさんには何も言わないで。わかったよ、スパイダーマン。これ取ってくれ。ごめん、今取る。